は、ポチャフロ TV のメイです。実は本日ある方から素敵なプレゼントをいただきました。早速開けてみようと思います。いただいた T シャツまず着てみました。先ほどちょっと取り乱しながらお話ししちゃったんですけど、表には家永選手からのメッセージとサインと、で実は裏には全選手からのサインが入ってました。ちょっとこんなに素敵なもので感激感動のしか出ません。本当にありがとうございます。で実は帽子もいただいておりまして、普段はガンバ大阪のサポーターの皆様がお分かりいただけるかと思うんですけど、普段これが水色と黒じゃなくてガンバカラーの青と黒で作られているものです。ありがとうございます。可愛いですか？もう ガンバ大阪サポーターの青黒スタジオさんからフロンターレカラーの非売品のシャツとハットをいただきました。ありがとうございます。このシャツには家永選手直筆のメッセージが書かれていました。ご紹介したいと思います。は選手の皆さんからのサインが書かれていました。安藤選手、谷口選手、孫亮選手、塚川選手、背番号が31番に変わった山村選手、丹野選手、登里選手、マルシーニョ選手、シミッチ選手、チャナティップ選手、車屋選手、小林選手、そして14番になった脇坂選手、永永選手、大島選手、小塚選手、松井選手、佐々木選手、山根選手、早坂選手、谷
田辺選手、五十嵐選手、ダミアン選手、知念選手、8番になった立花田選手、特別指定選手の高井選手、瀬古選手、遠野選手、宮城選手。轟までやってきました。どうですか、似合ってますか？青黒スタジオさんとは昨シーズンの川崎フロンターレ対ガンバ大阪で轟で行われた11月の試合の時にいつものようにアウェーサポさんにインタビューをしようとリュウちゃんとカッチョさんとガンバサポーターの方を探していたんです。そしたら目に留まったのが青黒スタジオさんで、もうこれはインタビューをするしかないと思ってお声掛けさせていただいたら、話をしていくうちに青黒スタジオさんは家永選手と幼馴染という話を聞いて、もうあの日は本当にびっくりして、こんなご縁ってあるんだなって思ってました。で、私が家永選手の大ファンだっていうことを青黒スタジオさんにお話ししたところ、私の家永選手に対する熱い思いを動画を撮ってくださって、ご本人まで届けてくれました。その時の出会いがきっかけで、この非売品のフロンターレカラーのシャツとハットをいただけることになりました。ありがとうございます。そのいただいた袋を開けて、最初に青黒スタジオさんのタグだけが見えてて、わあどんな T シャツだろう、楽しみって思ってたんですよ。で、袋から取り出して開いた時にここが見えて、えって、家永選手のサイン、メッセージって思って、もうその瞬間にもう泣いちゃったんですよ。で、表面だけこうやってもうこうやって見てた時に、一緒にいた友人が、ね、裏って言われて、裏を見たらフロンターレの選手の皆さんからのサインが入っていて、もう感激、言葉にできないほど本当に本当に嬉しかったです。一生大事にします。ありがとうございます。今日のポチャフロ TV は以上になります。せーの、ポチャフロ、ありがとうございました。